はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、今夜もですね、きよしラウンジやっていきたいと思います。本日のゲストはライターで女優の高藤凛子さんです。よろしくお願いします。次はですね、ウィズオンラインについてですね、ちょっとご紹介したいんですが、はい、なんか画面って出るんですか？はい、高藤さんですね。いやー、これはウェブサイト？ウェブサイトですね、これは。空旅の達人、お出かけ情報はお任せ。お、空旅に詳しいやつですね。これは何ですか？最近書かせていただいた、編集部記事ですね。ローソンうちカフェの、チルドドリンクを3本一気に飲んでレポートしましたっていうのと、あと原宿の神社でアフタヌーンティーが楽しめますよっていうのと、もう完全にちょっと十五夜伸ばしちゃったんですけど、お月見の時に食べたいめちゃうま団子があったよっていうのが直近の3つですかね。団子、あ、団子そうです、団子。あ、これ結構定期的に投稿されてらっしゃるんですね。そうですね、定期的に。いいですね。ぜひですね、高藤凛子で検索したら出てくるんですかね。出てきます。はい、ひらがなでも出てきます。あは、ぜひ見ていただければと思います。他に高藤さん、モデルとしての活動もやってらっしゃるんですかね。はい、何かこう写真とか出てますか？また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 、うわーい、めっちゃ綺麗。おいお、これはこの着物姿の写真は何ですか？これは浴衣で、ちょっとこれはコンテストに出させていただいた時の一枚ですね。すごい綺麗ですね。ありがとうございます。懐かしいな。これは両方とも東京で撮ったんですか？あ、そうです、両方東京で。はい、着物の浴衣の方は、昨年2019年の夏に撮ったんですけど、はい、右側の方、右側の方かは今年の春に撮ったものなのかな。あの噂の高輪ゲートウェイ。あ、高輪ゲートウェイ。あ、そうです、高輪ゲートウェイで。あれ噂でしたっけ、高輪ゲートウェイ。なんかオープンしたてみたいな。はいはいはい、綺麗でした。綺麗でした。本当になんかまだ綺麗で、なんかそこに布団敷いてまだ寝れるなってレベルでピカピカでしたよ。そんなに綺麗なの？はい。あ、いいですね。はい、あ、こういうね、素敵な着物の写真とかね、あの非常にいいですね。あとですね、あの最近の取り組み、はい、瓦割りって書いてますけど瓦割り、どういうことですか？駅伝チャンネルさんっていうまたチャンネルがあって、そこであの瓦割りチャレンジっていうのがあったんですね。うんうんうん、そこで初めて瓦を割って、はい、こちら拳で叩いて割ってみようと思います。拳で挑戦って、お、最初はちょっと弱々だったんですよ。うわこれ絶対人間の頭割れてるわ。で、肘、肘怪我しないと、って思うじゃないですか。ちゃんとタオル引いてあるんで安全なんですよ、意外とね。やっぱ全部じゃないですか。あ、何枚割りたいって言われて、全部割りたい、てっぺん取りたいって。てっぺん取りたいクローズ、てっぺん、てっぺん取れちゃうんないですか。こうかな、せーの。え、すげえ思わずガッツポーズしちゃいましたいや、もうこれもあれですよ、もう組長ですよ。組長って呼ぶしかないレベルですね。おー、ガーンってめっちゃ快感でしたよ。なるほど、ぜひですね、高藤凛子さんの YouTube チャンネルもですね、チェックしてみてはいかがでしょうか。お願いします。何、はい、かこうこれから YouTube でやってみたいなとかありますか？こういうことでやってみたいなとか。この前新潟に遠征したので、はい、富山とか、また地方に行きたいですね。あ、じゃあ地方のまたそういうご当地グルメとか、ご当地グルメとかご当地スポットとかを、はいはい、
巡ってこう動画に上げつつその動画と連動して、まあ、せっかく書かせていただいているので、まあ、紹介記事と連動して2倍楽しいみたいなことをやりたいなって思います。いいですね。旅ですとかね、あの地域情報も発信できたらいいですね。いいですね。はい、高藤さんのですね、はい、尊敬している人、うん、教えていただけますか。あの私の人生の一番の推しね、渡辺真由さん。渡辺真由さんでした。もうね、ご引退されて、引退しちゃいましたね。もう現役の頃から好きなんですか。現役の頃から好きでした。 AKB 卒業した後も舞台に2本ミュージカル2本出られたので、出られてて、え、これから私は眉の現場の舞台の現場にいっぱい通うんだって思ってたら、はい、ちょっと、そのミュージカルは見られました。あ、もちろんです。あ、見たんですか。はい、じゃあもう、こう生のこう眉ゆさんが舞台で歌ったりしてるのをこうステージで、アイドルとしての眉もめちゃくちゃ天使で可愛かったんですけど、女優として板の上で生き生きしてる眉も可愛かったなって。あ、1回だけ行きました。あ、握手会行ったことありますかってスタッフのカンペがね1回だけカンペという名のコメント、指示じゃなくてコメントが来ました、ね、握手会行ったことは1回だけ。え、眉さんと握手したんですか。はい、一生手洗わないと思いましたね、当時高校2年生私あ、高校2年生。高校2年生です。じゃあスカウトされる前。もう、はい、ずっと前ですね。そうですか。じゃあもうそういう握手会も行ったりして、もう眉さんを憧れの存在として、じゃあスカウトされた時にもやっぱりそういう活動を目指す先みたいな。いや、目指す先にいたのは、またどっちかっていうとその、まあ、地元の福岡でローカルタレントが多いんですよ。他の地域に比べて、なんかローカルタレント帝国なんて言われてるみたいで、なんか当時地元で活躍していた綺麗めなお姉さんがいて、目指していたのはそっちの方面でした。まゆゆはまゆゆで天使であって、なりたいものではなかったんですよすごいですね、すごい領域もうなんかあれですね、人間とちょっと別の本当に超越した存在みたいな。いや、可愛かったな。で、あんなに可愛いのにスキャンダル一個も起こさなかったから、もう本当に完璧すぎて、去り際まで美しすぎて、あの実はあの決め手の CM 撮影に参加させていただいたんですけど、はいはいはい、その日の休憩時間中にあの眉引退で速報流れてきて、ちょっとショックすぎて、あの日の撮影ちょっと後半記憶ないです。記憶ないの頭白飛びだったから真っ白です。あの高藤凛子さんはですね、あの倉原スタジオのですね、今、CM 女王って言われるぐらいですね、今 CM たくさん出ていただいてるんですけど、そのじゃあね、渡辺真由さん引退で頭真っ白な状態の凛子さんが見れるということで、それも楽しみですね。期待しててください。はい、ではまた後ほどお会いしましょう。じゃあねー。